こんにちはキキャンキャンンという雑誌があったと思いますあのファッション雑誌なんですけども、まあ、実はねこういうところにも私はねあの目を張り目ぐらさせているんですけども吉田さんが言ってた中国の格言に似たやつがあったんですよというのがね「キャンキャンの特集で若い頃にやっておけばよかったランキングみたいなのがたまにあるんですよでトップ20まで発表されたりするんですけどもでその記事の締めくくりにねこの記事を読んでああ若い頃やっておけばよかったなーって思ったあなた 次のチャンスは今なんですよっていうふうに締められてるんですよ。なかなかね、いい記事の書き方するなと思ったんですよ。まあ、まずはね、多くの人の共感を呼ぶために、若い頃に運動をやっときゃよかったとかね、若い頃、勉強をやっときゃよかった、若い頃にもっと自由にやればよかったとかね、えー、もっとちゃんと家族と話し合えばよかったいろいろあると思うんですけども、でもそれを後悔して終わらしてしまうんではなくて、あだったら今、それをやったらどうかなっていうふうに、最後にメッセージを出してるところなんですよ。で ほとんどんなチャンスに見舞われてもどんなあまあおすすめがあってもねやらないんですよねでもそれでもたった一部の人がそれをやるんですよだからいつもうまくいくのは一部の人だけなんですよねうまくいくのはどういうことかっていうとやった人なんですよでほとんどの人はやってないもしくはやったというレベルまでやってないんですよちょっと一歩進んで北海道まで着くかなと思って北海道まで行かないわけじゃないですか 足一歩を進めたぐらいでは。でも電車を乗り換えたりとか飛行機に乗ったりして、ああだこうだとやれば着きますよね。それと同じことじゃないかなと思うんですよ。まあ10年前に北海道行っときゃよかったねって思うんだったら、今日行けるじゃんって話なんですよ。今日北海道行き、もしくは他の目標や夢に向かって何かをするときに、邪魔になるものって何かあるかなってことなんですよ。多分ないんですよね。あったとしても工夫次第で乗り切れて行けるんですよ。 そうやって自分で無理だと思ってやらないのかそれともどうやったらできるかなっていうふうに頭を使うのかが大きな分かれ目なんじゃないかなと思いますけどね。じゃあいってらっしゃい。